皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。はい、今回やっていくのはちょとつ猛進脳死キャラ脳死コテやっていきます。ちょとつ猛進脳死コテ、はい、やっていきましょう。もうゴリラです。マジで超ゴリ押しいきます。バイコニンコ、もうすべてを破壊しに行く。で、お相手が悪縁なので、悪縁倒せるキャラ引かなきゃダメなんですよね。あ、行きますか。もうちょっと足がねえ溢れちゃってるんですけど、まあいいわ。もうこの砦の上のライン、これも全部破壊するわ。破壊できるかな。ちょっとやってみよう。太っちょ、もう全部太っちょいこうぜ。おにんこバイク、もうゴリラやってることマジゴリラ。しかもこれも解消するから、本当にゴリラ。これだけで終わる可能性ある。本当は、足キャラをね、ほとんど補欠にするっていう方がいいんですけど、設定をね、変えてないので、出てきちゃいます、普通に。はい。というわけで、また鬼んこ出して繰り返しいきましょうか。攻め続けましょうか。ブラガもいきますか。あー、やべえキャラいた。見えなかった、あれ。あれ言ってんだよな。よくねえわ、あれ。あれマジよくない。激痛い。困ったな。マジ痛いな、あれ。ザドラも行きますか。もうゴリ押します。何も知らん。勝ちにこうしか考えてない。なるほど。これ多分メタドラ触ってるから。あ、なんか微妙なことで触らなくて、座ってんだけど。倒した。倒したけど。いや、いけるか？キャラもういないぞ、俺。おい、バカ野郎！何をやってるだ！嫌がってくれ。クレフラ切ってくれ。嫌がってクレフラを切ってくれれば、ちょっと熱い。ある？まだ。バイクは射程勝ってるんで、ワンチャンまだある。取られちゃいけない。取られずにバイクで圧をかけ続ける。バイク入れて OK よ。あるんじゃないこれ。でもコブにいないからスキル打つよ。一体はあのコブにやられたらまたスキル打つよ。この無限コブに変だよ。止めらんないんじゃないのこれは。というわけで完勝ですね。太っちょはマジいらんかったな。いや、まあ強かったんだけど、間違いなくいらんね。チミドラでちょっと危なかったけど、なんとかなりました。バイコニンコ、マジの推しキャラ、脳死コテ。はい、それでは行きましょうか。お相手、クレフラ UFO だと思います。クレフラリーダーだったんで。で、クレフラ UFO は、まあ UFO の回収されちゃうと思うんだけど、クレフラ自体には、おにんこの豆爆発はすごい有効です。なんならコブリンを食べれないから。コブリン食べれず爆発入ればまあいいダメージいくねと。ただもちろんおにんこのことは食べれるんで、そこは注意しなきゃいけないですね。でイフリートはねクレフラにアンチ関係を持ってるんですけど、うん、キャラ数少ねえけどもう真正面からゴリ押すしかないな。うん、正面でいくわ。正面から戦うことしか考えてない。いくわ。トリデが欲しい。いや、目かゆ、なんか目の中ゴミ入った。危ねえ危ねえ。いや、目がやばい今。ゴミ入って痛い。おっと、吐き出したけど、吐き出したけど帰ってっちゃったパターンだ。そこは倒してくれたからよし。あとは上のラインブラガル倒したいね。よいしょ。まあ、ここはできれば削られたくないんで、一回壁張りますけど、本当はあんま壁張りたくない。さあ、おにんこバイク行こうか。ブラザ剣士も添えて。さあ、クレフラ来てますが。さあ、いいダメージは入ってる。さあ、落として、倒してほしい。倒した。OK! 素晴らしい。下のチミクル行きましょう。はい、回収勝手にしてください。これ落ちるね。はい、これは落城です。
というわけで男女勝利。いやもう早いな展開が、すぐ試合終わるわ。クリフラ UFO 爆発ダメージやばいね、あれ鬼コマメ爆発。しかし5、はい、それでは続きます。お相手アークエンジェルで、アークエンジェルのスキル押し出しで豆の爆発で届かないとか嫌なんで、なるべくね丁寧に丁寧に立ち回りたいですね。でバイク自体はすごい強いんですけど、バイク以外にも足引いちゃうと手札事故っちゃうんで、できれば足引きたくない、できればね。うん、悪縁見れるキャラ欲しいな。オアドラは見れるんですけど大型いっちゃダメなんですよね。いや大型が全然入らない、やばすぎるだろ。グルダラシは絶対見れないですよね。これ終わってますね、マジで終わってる。本当に大型来ないな。さあ太っちょね、これさ2バイクいっちゃおう。3発打てなかったら吹っ飛ばせないよ。でも2体見たら多分打ってるんじゃないこれ。ピクドラか、なるほど、壊せるそれ。おお、なるほど、へえ、面白いな。これ取ったわ、ラッキー。ここは抑えなきゃいけない、絶対に大型いないから。倒してはくれた、本題はこの後。バレたな、大型いないの多分。これさどういこうかな、悪縁多分そっちでしょ。できれば剣士飛んでほしいんだよな、全部飛んだ。 OK、 つえーなー、マジで。オッケー、飛ばした、素晴らしい。これ何とかなってね、えぐいわ。取ってほしい、オッケー、取ったのでかい、これはあるぞ。でこのラインだね、あービートル体力なかったのか、じゃあ何でもいいわ。グリドラ強え、グリドラマージ強えわ。そう今回大型ランキングを上げてね、あのグリドラ A- とかありえないみたいな、そんな強くねえよみたいなこと言われたんですけど、見てください、ちゃんと強いですよ。頑張るんですよ、しっかりと使えると。近距離は本当に強いですよね。もちろんね、あの遠距離のキャラとかに対しては有効じゃないんで、そこに対して弱いのはすごい分かるんですけど、近距離に対してはマジで強いんですよね。バケモン大型1でなんとかなっちゃった。え、結構美味しい。はい、それではね、行きましょう。このまま勝ち続けようか、オーニングバイク。もうすでにランカーには入ってるんですけど、ワンチャンこのまま勝ち続けたら2500いく。まだそんなにいってないんだけど、2500。まだ半ばいったかなぐらいなんだけど。いや、魔法か、これちょっとまずいね。魔法でね、コブリンの豆全部破壊されちゃうんだよね。こっから大型に妥協だね、行くか。うん、魔法はね良くないんだよね本来。まあしょうがないんだけど、大中とかウサギとかいたら嫌だし、ウサギとかバイクとか、まあ何でもね。1個取れてないな豆、あれ島にするか。これ魔法でね、遠距離からパシッて壊されちゃうんですよ、爆発。うわ、しかもチリメタまで嫌がる。通常2回はあるんだよね、クールタイム。これで落として、少しでも残してあげる。まあ死ぬんだけどね。でも、まあ、このゴブリンバイクもコブリンでコツ取れるから。悪くない?さあ爆発?ちょっと削ってくれたね。で、チリメタ魔法使いは分かった。さてと。まあ、おにんこ行きますか。豆出してね。ナイス。あのおにんこ上行くかな?いや、行かないかもしれない。これ、島椅子で援護しようか。時間的にも結構いい時間なんで。攻めようか。
その魔法使い弾いてほしいな。それいいよいいよ、全然いい。ここ大砲一発落ちると思う。痛えな、強いな。チームメーター、チームメーター普通に強いんだよな。あー、カエル剣士、なるほど、そういうキャラがいたのね。戦いに行こう。できればワンパンにされたくないんですが、されてしまいましたかね。もうカエル剣士なのが分かってるんで、どうしようかな。カエル一体フォアガで見るか。うん、フォアガ行きます。チビクロ流します。カエル剣士で止めたくないって思ってくれれば、止める方でコストを使ってくれればワンパン入るかもしれない。うん、あそこ倒せるな。で、バイクナイス。蜂がいいのか。でも蜂はね、多分ね、チビクロ風船落ちるんだよね。入ってるね、ダメージは。干渉までいけるかどうか。いけるか、干渉。いけそうじゃない？オッケー、素晴らしい。というわけで、ぶち抜きました。カエルね、もうちょっと早めに切られたら、やばかったかも。迎撃なかったから。危なかった。2。はい、それではね。いきます。ラスト、まさかのミラーです。まあ、お相手の裏が、おにんこかどうかわからないですけども、おにんこが多いっすよね、全くもって圧倒的に。バイクリーダーは。お相手バイクリーダー。さあ、行きましょう。うん。行ってみるか。あられで、おにんこバイクのコブリン吹っ飛ばして、全然違うとこで爆発してもらう戦法。ありだと思います。どうかな。おにんこはいないんだ。おにんこではないらしいですね。これはもう取れたらラッキーぐらいでいいです。取っちゃった。取れると思ってなかった。取っちゃった。できればなるべく壁張ってあげて豆は落としたみたいね。緑行こうか。攻めようか。ゴリゴリ行こうか。なるほど、なるほどね。あー、嫌なキャラいる。ただ爆発入れば倒せる。オッケーオッケー。そこでもや、それもなんだけど、それやられるでしょ。まあ、これビートルで行くんでいいんですけど、ここアラルドに行こうか。え、ビートル何やってんの、お前。弱。ビートル最近マジスキル打たねえよな、ほんと。いつも打たねえんだよな、また打たねえわ。大丈夫かよ。もう一体いるぞ、相手の回転士。さあ、ここは倒せるでしょ、さすがに。うん、1の子倒した。剣士でやられるんだけどね、これね。あ、1残ってるってか、結構残ってたわ。これ、ポセ行くか。うん、ポセ行こう。はい。バイクやってもらって、あ、破壊しちゃった。もったいねえ。コストってか、キャラがね、だいぶ少ないのがね、気になっちゃうんですよね、今回。何？カエルか。うん。ひとまず、豆の爆発入れの、ここでレドラ行って、倒しきりたいな、こいつ。倒せると思う。OK。で、上のライン、ここだけしっかり抑える。あられでスキル打てば OK。打たねえなぁ、マジで。これはどかして、取った、バイクがね、地味に速いんですよ。ちょっとめんどくさいんだけど、ワンパンさえ入れられなければいいんで、意外といけるんじゃないかって思ってるけど、どうだろう。押し返すか、さすがに。入ったね。オッケーオッケーオッケー。というわけで、点差ですね。裏何だったんだろう。サタンとメタドラ。読めないな。何だろう。まあ、ワンチャン裏なしとかもあるけど。お、美味しい、10。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。超鬼ゴリ押し固定の、まあ、おにんこさんとバイクさんですね。はい、バイクさんがどこに行ったのかちょっと、あ、いたけど通り過ぎてしまった。はい、バイクおにんこですね。だいぶエグかったんじゃないでしょうか。なんか、サクサクと試合が進む。本当に。勝つか負けるかみたいなとこあって、まあ、ドローがあまりないんですけど、まあ、だいぶ勝てたんじゃないですか。あれ、負けたっけ今回。負けてないんじゃないかな。多分全部勝ったかもしれない。
で、強火もね、だいぶ伸びて、まあ、言うてもまだ2450いってないかな。35ではあるんですけど、はい、また頑張ります。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。